後半2曲歌って踊ってくれるんですよね。まずですね、前半はオリジナル曲を2曲歌ってもらいたいと思いますよ。なんといっても、JA 鳥取稲葉グループのイメージソングでもあります。この曲からスタートです。クラップクラップ稲葉です。Thank you.
TP11 です。よろしくお願いいたします。よっしゃ。それでは最初にクラップクラップ稲葉を聴いていただいたんですけども、はい、続いての曲はどんな曲になりますか？私たちのね、デビュー曲ですね。デビュー曲です。一番最初に初めて歌った曲で、そうです。思い出がたくさんあるんですけど、はい、とっても元気な曲で、はい、皆さんで一緒に手拍子していただけたらなと思います。そして最初にこの TOTTO ってこの鳥取県の形を作るので、皆さんもぜひ覚えてからやっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それでは聴いてください。 Go Go Smile 鳥取。まあ、赤な
Thank you.
でした、後半はですね、キャンディーズさんの年下の男の子、それから AKB48 の恋する宝石クッキー2曲歌ってくれました。